こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日は透かしの入れ方をやっていきましょう。それではどうぞご覧ください。では透かしを入れていきます。まず、透かしを入れたい場所に模様を描くので、まず輪郭を取ってください。そして模様を入れます。じゃあちょっとキラキラと入れます。はい、今度は入れたいところに色もちょっと関係してくるので、まず模様から切ります。これで透かしが入りました、はい、光を当てると透かしが浮かび上がります。これで透かしの入れ方の完成です。いかがでしたでしょうか。透かしを入れると切り絵が 2,3 倍も楽しく見えるので、よかったらやってみてくださいね。それではインスタグラム